ここか奥の方で止める。この辺ですよね。あとこの辺か、あの前入って動画撮ってたところ。あ、通り過ぎてますよ、小学校。あ、そうです、はいはい、春休みですよ、春休み。コロナ休み。コロ休み。コロ休みです、ね。ここ僕の大好きな唐揚げ屋さん。これもう撮影許可もらって。めっちゃうまい。アップしてますよ。腹減ったです。しないですね。しないですね。うん、わ、すごい。左手洗って。左手洗う。はい。右手洗って。はい。ノンフリーズして。ノンフリーズして。チーズの変わったところを洗って。はい。チーズ変えてるよ。ははははは。どうもどうも変えてます。稲荷さん、お稲荷さん。はい。恥ずかしい。帰る前に行くんですね。恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。一人やと恥ずかしくないですか？サイクルじゃない。慣れました。もう普通にあの銀座の百貨店とか入りますよ。これ。松屋行きますよ。銀座松屋。これか。これか。まみちゃん買い、あの、あれ買いたいって。これは見どころじゃないですか。撮りましょう。お金も洗うんだ。おー、そうですね。なんかすごい楽しい。現金になるぞ。どうか。あ、そうっすね。インスタ映え、めっちゃインスタ映えしますよ、これ。ある意味人気出そう。人気出そうな、そうっすね。豆に時間作って編集して撮影してって、すごい、あれまでじゃないですか。いいお子さんですから、まあ、流れ的にはそうかな。おいしい食べ方は見せてやるぞと。こうやって食べるのか、出たがりなんで。出たがりという。めっちゃうまいっすよ。結構飲みます。真面目に来て、プライベートで来ても、はい、ごちそうです。ここに来たらごちそうする。はい。ここに来て。いいよ。いいよ。冗談ですけど。いやいや。あの人につけといてって言ってるよりは OK だ。はい、じゃあ出演ありがとうございます。頼む頼む。ありがとうございます。ごちそうさまです。なんでそんな大したことない。ごちそうさまです。気をつけて。宮間堂です。左で行きます。はい。
はい、車来てます、減速。終わります。どうなんでしょう、コーヒーとか飲むんならここら辺じゃないですか、うん、この辺からだと思います。火力やばくないですか、しかもガスが持ち運びにしてはでかい。巻き割りする。ここすごいっすね。結構。うわ、激坂や。はい、止まります。歩道入ってください。お邪魔します。今から上りですので軽いギア入れてください。わかりました、はい、勾配結構あります、ここ。いや、顔が まあ、すぐ終わりますよ、まあ、すぐ終わりますって、大丈夫です。一瞬がちょっときついですね。で、はい、上りは終了です。いい感じの道があるんですよ。こっち来てなんか高速みたいなんですね。こっちからな。はい、下ります。なんかの神社です。なんとこの鳥居の中をくぐって今からヒルクライムが始まろうとしております。このスタート時点というか始まらなくていいです。はい、クライマーがいない感じですね。え、もうクライマーじゃないですからね。まあ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 いやいや、めっちゃ速いです。まだ1キロ登ってないんじゃないですか。一通なんで安心じゃないですか、ここ。いやいや、こんなガチヒルクライムじゃないんで、ルートは僕もなんだっけ 1225T なんで山登れんすけど、これもう目いっぱい。ここ良くないですか、ここのルート。いや、下見なんで大丈夫ですよ。皆さん、この先に休憩スポットがあるんで大丈夫ですよ。頑張ってください。止まります。
はい。行きたかったら行ってもいいっすよ。あとちょっとっすよ。本当っすよ。本当っすよ。いや、あと500登って600下れば明治村っすよ。あと下りで明治村行ったら止まります。はい、写真スポットです。ここで良かったっすね。もうここ写真スポットっす。ここはもう飛び出すのに決まってるとこなんで。専門ここっすよ。専門ここっす。これ飾りです。飾りでお正月に下見来たんですけど、門松とか置いてありました。そうっす、そうっす。もう帰り道の見どころってはここっすね。いやー、明治を感じる。明治生まれ、いねえだろ。